どうも皆さんこんにちは、ケツンです。いやービビったよね。いやマジでビビった。私もニュースサイトとかで見たんですけど、バトルフィールドとか、あと FIFA でエイペックスレジェンドとかアンセブン、本当にそうそうたる名前のゲームを持っている、エレクトニックアーツ EA ですよ。それの日本スタジオ EA ジャパンが閉鎖というニュースを見て本当にビビった。最初見た時は EA 全体の社員の中で350人ぐらいがレイオフされるっていうニュースを見て、その規模が縮小するんだなって思ってたんよ。でしかもレイオフだしリストラよりマシっちゃマシだからっていう感じだったんですけど、その後にいろんなね、ゲーム記事サイトがババって新しく更新して日本スタジオ閉鎖っていうニュース出て、マジか、本当にビビった。やばいね、 EA ジャパン閉鎖するんやと思って、いやこれね、俺ショック、むちゃくちゃショック。一番ショックなのは、いやもうあの人たちと関われないのかなっていうところがショックなんですよ。私一応去年からずっと1年間ぐらい、EA のインフルエンサーとして、EA ジャパンの人たちと関わりながら、アメリカ行ったり、ドイツ行ったり、スウェーデン行ったり、オーストラリア行ったりとかね、いろんなことをやって先行プレイさせてもらったりしてたんですよ。で、本当にね、いい人、本当にいい人たちで、かつ、むちゃくちゃ熱い人たちだったんですよ。だから本当に関わってて刺激的な日々だったから、本当にそれが、それが一番ね、残念かなって個人的には思う。で、EA ジャパンが閉鎖されたら、EA のゲーム日本で発売されないのみたいな感じで思ってるかもしれませんけど、それは大丈夫だと思う。これからも、日本市場で EA の作品は販売されると思います。ただ、EA ジャパンがあろうがなかろうが、販売されてない EA のタイトルは山ほどありますからね。山ほどあるから、そこら辺はこれまで通りの感じで、メジャーなソフト、BF とか、FIFA とか、そういったのは日本でローカライズされるとは思うんですが、私はね、そっちの心配じゃなくてね、マーケティングですね。マーケティング、いやー、EA ジャパンを失ったらマジできついんじゃない？マジできついと思う。確かに EA ジャパンって人足りてなかったんですよ。もう人足りてない。なんで人足りてないかっていうと、そもそも人を雇う予算が EA ジャパンに降りていないというのもあると思うんですが、人材がね、ベンツな。普通の職場とかやったら、軽自動車みたいなんでええんよ。いや、ほんまに人材の話やねんけど。でも、EA ジャパンとかっていうレベルになると、まず大前提で、英語と日本語を絶対喋れないといけないし、で、英語と日本語だけではなく、中国語も喋れる人がいるとかね、ほんといろんな言語が喋れる人っていうのがまず大前提であって、で、プラス、ゲーム業界にむちゃくちゃ詳しい人。ゲームが好きな人じゃないで。めっちゃゲームするとかじゃなくて、ゲーム業界に詳しい人。で、どんどんフィルター貼っていくと、そんな人材すごい少ないと思うんですよ。だからそもそも人材確保っていうところも、厳しくて、皆さん忙しそうだったんですよ。ずっと忙しそうだった。人が足りない、人が足りないってね、本当にね、ずっと言ってた。で、人が足りてないっていうのもあって、で、スタジオ閉鎖ってなっちゃうと、やっぱマーケティングがかなり心配かなって思います。例えば、バトルフィールド5あるじゃないですか。で、バトルフィールド5って、一回公式イベントしたじゃないですか。お笑い芸人さんのキャインの天野さん呼んで、で、あと映画評論家の有村さんを呼んで、で、あと、グラビアアイドルの鈴木咲さんとか呼んだりして、で、その知名度ある人たちをバッて集めて公式イベントをして、で、バトルフィールドのこの爆発的な知名度拡散みたいなのをやったと思うんですが、そういったことができなくなるのが、できにくくなる。それがちょっとね、ぶっちゃけね、BF 実況者が BF 広める意味ってないんですよ。だって BF 実況者が抱えてる視聴者って BF やってる人、もしくは知ってる人じゃないですか、に BF 広めたって意味ないでしょ。アップデート情報とかハウツー情報、そういったのはいいと思いますが、バトルフィールド自体を広めるという第一歩の点において、BF 実況者がそういうことをやるのは意味ないんですよ。で、実際その時の生放送2時間か3時間ぐらいだったと思うんですけど、生放送だけで80万再生ぐらいいったっていう、本当にね、やっぱり知名度拡散では爆発的な効果があったわけですよ。いや、そういったマーケティングがこれからできにくくなるんじゃないかなっていうのが私の個人的な一番の不安です。だって今Apex Legendバリバリ流行ってるじゃないですか。
バリバリ流行ってるので、まあ、国内でねその大会とかやったりしても良かったと思うんですが、まあ、そういったこともしにくくなるんじゃないかなと思った。でエイペックスレジェンドで今いろんな人たちに案件を振ってると思うんですよね。で私もあの3月は BA さんから依頼されたという形で生放送を何回かやってたと思うんですけど、で他の人たちもやってたんですよ。フォートナイトの人たちが、まあ、EA さんから案件という形でエイペックスレジェンドをやったりとかね、まあ、そもそも FPS を全然やらない人にも振ったりとか、であと PUBG やってる人たちに振ったりとかね、いろんな人たちに振ってたの。だから知名度拡散が爆発的に上がって、もうエイペックスレジェンド一気に有名になったじゃないですか。まあ、ちょっとゲームかじってる人だったらエイペックスレジェンドっていう名前自体知らない人いないと思うんですよ。まあ、やっぱりそういった人たちにこう振っていくのが一番その名前を知ってもらうという第一歩では凄まじい効力を発揮するんですが、まあそういったこともこれからしにくくなるのかなって思うと少し残念でならないですね。まあ一応その縮小したのはスターウォーズのルートボックス問題で、あとバトルフィールド5自体がまあ思った以上に売れなかったのが原因で縮小されたみたいなことを話しているみたいです。あー、イエジャパンさんは頑張ってたと思います。私は何回も言いますけど、 FIFA に J リーグとかね日本代表が入ったのは EA ジャパンさんがもう何度も何度も直談判して、もう日本も入れろと、何してんねんと言ってくれたおかげで FIFA に入ったわけですし、別に EA がやったんじゃないんですよ。 EA ジャパンさんが直訴してやってくれたんですよ。でその FIFA とか、あとまあ APEX に関しろ、アンセムに関しろ、BF に関しろね、先行プレイをして日本に広める、そういう枠を作れ、日本にも作れって言って直談判してくれましたし、本当にね、熱い人多かったんですよ。まあ一回ね、アメリカに先行プレイしに行った時に、まあいろいろあって、まあ割と、まあちょっとね、不当な扱いを受けた時があったんですよ。で、その時に、まあ EA ジャパンさんの人がブチ切れて、うちらのインフルエンサーになんて扱いしてくれてんねんみたいな感じでブチ切れたんですよ。でもブチ切れたんですけど、まあ要望は通らなかったりして、で、その時に本当に悔しさで泣いてたりしたんですよ。悔しいって。もうこんな扱いされるなんて本当信じられないみたいな。なんとかして、日本市場というか、日本人インフルエンサーもそうですし、もう本当に、盛り上げるみたいな感じでね、ほんと情熱的な人たちだったんですよ。すごくないですか？仕事で泣けるってすごいと思うんですよ。そんだけ情熱持ってやれる人たちの集団だったので、そこが閉鎖になるっていうのは、いやマジででかいですよ。本当にでかいダメージだと思う。悔しくて仕事で泣けるっていうのは本当にね、かっこいい。いくつになってもかっこいい。そういう気概のある集団だったんですけど、そういった人たちに関われなくなるのかなと思うとちょっと残念でならないんですが、まあこれからのことはね、次第にどんどん情報が解禁されると思いますし、私の方にも入ってくると思います。私もなんか今度説明を受けるらしいので、まあ今後どうなっていくかですね。はい、ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。